この国では多くの大怪獣がヒーローに倒されてきた。しかし倒された大怪獣の死体処理は今までどうしていたのか。これは誰もが知る大怪獣の誰も知らない死んだ後の物語。なぜ私がゴミ処理の責任者に。特務隊に全ての責任を負わせるつもりです。爆発までどれくらい持つそう。米軍も怪獣の死体処理を打診してきています。怪獣の死体は可燃ゴミってわけか。生ゴミかと。燃えないゴミなんじゃないの。決壊させて海まで流すのか。誰が後始末するのかな。俺だよ。何やらない。前代未聞の緊急事態、人類存亡をかけた後始末が今始まる。後始末。怪獣の名前は希望であります。